久保さん。ちょっとバグに絡めてね、非常識があるから新しい常識が生まれるっていう、これじゃないですか。今の常識って非常識から生まれてるので、それどうなのっていう非常識からね、間違いなく常識っていうのはこの過去をたどっても生まれてると思うんで、その一般的なこうだよね。例えば、前回でその手が2本が常識だったんだけども、手が3本が常識になるかもしれないですね。こんな手が10本ぐらいあるその、神様もいるっぽいですけども。だから結局どう見るかなんですよね。その非常識に対してどう捉えるのかっていう。ここが非常に大事だと思います。で、非常識としか捉えられないんだったら、多分新しいイノベーションは生まれないでしょうね。仕事とかもそうで、to do でできることだけでやってたら、新しい仕事って生まれないじゃないですか。それ無理だよねっていう、それ作れたらすごいよねっていうところに挑戦して、今までできなかったことができるようになって、仕事っていうのが新しいイノベーションを生み出してるわけじゃないですか。だから今までできること常識の範囲内だとそこから発展はないんですよね。だから常に常識を疑えっていうのがね、結構大事なところかなと思いますね。だから僕のね、コンサル生で1億円いった人の子が言ってたんですよ。常識を疑えっていうね、常に疑えっていうのを言ってて、いい言葉だなと思ったんですけどね。いってらっしゃい。